この巣場。いらっしゃいませ。何をお探しですか？水着を買いたいのだが、どのあたりにあるだろうか？それならあちらの一角にございますよ。ちょうど先客もいらしてまして。どれがいいのかしら。見れば見るほどわからなくなってきたわ。その声はユンユンか？あ、ダクネスさん、こんなところで会うなんて奇遇ですね。ユンユンも水着を買いに来たのか？ということはダクネスさんも？ああ、この季節は海のクエストもあるからな。念のために買っておこうと思って。そういうユンユンはどうして？その水着があればいつ海に遊びに誘われても大丈夫かなと思って。でも一人では決められなくて困ってたんです。ダクネスさん、もしよければ一緒に選びませんか？それはいいな。お互いに似合う水着を探そう。ユンユン、そちらはどうだ？よいしょっと。着替え終わりました。どうでしょう？ユンユンの白い肌が生えてよく似合っている。本当ですか？ダクネスさんのもすごく可愛いです。ありがとう。お互いに相談する相手がいて幸運だったな。それにしても確かユンユンはメグミンと同じ年齢ではなかったか？はい、そうですけど、それが何か？いや、水着は似合っているのだが、その胸のあたりがちょっときつそうだと思ってな。やっぱりそう見えますか？もう少し大きいサイズにしなきゃ。実は今日買いに来た本当の理由は、去年の水着が入らなくなってしまったからなんです。そうだったのか。実を言うと私もなのだ。理由まで一緒とはつくづく奇遇だな、私たちは。そうですね。そういえばユンユンはもう海へ行く予定は立てているのか？今のところ決まっていなくて。せっかくダクネスさんと選んだ水着なので、着ていく機会があればいいなと思うんですけど。そうなのか。今年海に行く機会ができたら、ユンユンにも声をかけよう。本当ですか？ああ、約束する。その代わりクエストかもしれないから、その時は戦力としても頼りにしているぞ。嘘、一緒に海に行けるだなんて夢みたい。私今年は頑張ります。この水着でたくさん友達作ってみせますから。このスバ